これは、結界だな。まずはこれを外さねばならん。どうやって？それは五風結界だ。は？遅かったな、カカシ。ナルト君、サクラさん。おっ、皆さん、一足早かったんですね。さて、早速で悪いが、カカシよ、この結界はどうすれば？この五風結界は、近辺に金と書かれた札を五箇所に貼り付けて結、だから、目の前の札と他の四箇所にある札、その、なるほど。ならば。見つけた。よし、札は俺たちに任せろ。すぐに解除してきてやる。あ、頼む。よし、外反。僕は木の葉の青い野獣ロックリー。任務開始。大先生、到着しました。今からお札探しを開始します。了解だ。発見次第報告しろ。わかりました、大先生。出ましたね。そうでないと面白くありません。リオ、敵と交戦中です。それでは俺を。熱くなるなよ、リー。そのつもりですが、どうにも。確かにキリがないわ。何か仕掛けがあるはず。待ってろ、少し調べる。はい、ガッツです、ガッツです、ガッツです。なるほどな。それは今から位置を教える。見つけ次第撃ちます。はい、ガッツ。はい、このハットを行きますよ。青春ルパワー。こちらネジ、見つけたぞ。後ろも発見した。はい、やっ、さくらさんは大丈夫でしょうか。心配です。ガッツです、ガッツです、ガッツです。さくらさんは大丈夫でしょうか。心配です。はい、やっ、はい、やっ、ガッツです、ガッツです、ガッツです。はい、はい、やっ、はい、はい、やっ、はい、やっ。はい、この発動。はい、やっ、いきますよ。青春フルパワー。確かこの辺り
こっちも発見。どこ？はい。全部。知らぬ間に腕を上げおって、これはうかうかしておれんな。この発砲、こっちです。ガッツです、ガッツです。さくらさんは大丈夫でしょうか。心配です。よし急げ。いい、了解。深い森ですね。少し待っていろ。やくん、助かります、ネジ。ありました。よし、全員一斉に剥がすぞ。あれはオーマンセルを結界には周到に保険。でも感心してる暇なんか。いざ勝負です。姿だけではなく力も同じか。装備も同じと考えていいわね。何から何まで同じというわけですか。ますます負けるわけにはいきませんね。この動き、互角か。同じ姿、同じ力、使ってくる術まで同じとは。まるで鏡に映って自分と戦っているみたい。鏡なら割ればおしまいですが、そう簡単には行きそうもありませんね。この発砲、この発砲、さっきより強くなってきてない？そうじゃない。疲労が俺たちを弱くしたんだ。戦いが流れたらこっちが不利になるってことね。それでも自分自身に負けるわけにはいきませんね。手ごわい。こっちも始末したぞ。私も。みんなよくやった。おっす、任務達成。こっちはオッケーだ。カカシ、やれ。了解だ。さくら。はい。よし、行くぞ。みんな、準備はいいな。カカシよ、なぜ。あいつも人中力です。それも九尾を。確かにナルトにとって砂隠れ自体には大した。しかしガーラ君は砂隠れにいるどんなものよりも、どの里においても人中力を見る目は常。だからこそ、ナルトにとってガーラ君は同じ痛みを知る仲間。ばあちゃん。ん？なんじゃ。なんじゃじゃないってばよ。
じゃ、よし、そんじゃ行こうぜ。ああ。さて、イタチのやつは一番初めに怒鳴ってくるよ。これは遅かったか。てめえら、てめえら、あいつか、なかなか面白い、面白い。旦那、これ言ったらあの人中力はオイラがやる。おい、ノルマは一人一匹だろうが、図に乗るなよ、デイダラ。芸術家ってのはより強い刺激を求めねえと感情が。キュービの人中力はなかなかに強いって噂だしな。うん。てわけで風影はオイラが預かる。じゃあな。待ちやがれ。ナルト、やっぱり止まらないか。ナルトと俺は外のやつをやる。